まあ、なぜこの本を書いたかということと、なぜこのタイトルにしたかということですね。で、私もまあ26年間、中小企業の経営をやってきて、特にその、ICT のエキスパートとして、個人でもそうですけど、会社としても、まあ、人様の企業さんとか、いろんなところの IT 活動をやっています。まあ、なので、この今の AI ブームっていうのは、若干こう冷静に見れる立場にあるとは思ってるんですが、一番その自分の今の立場と身に置き換えて、社長の業務というか、社長の仕事を AI に何割か置き換えたら、ものすごい、起業家が増えるんじゃないかなと思いますし、今日本で大きな課題になっている中小企業の事業承継、ね、価値があったとしてもそれ引き継ぐ人がいないと、こんな時代にわざわざ中小企業の経営を引き継ぎたい人がいるのかと、まあ、こんなことがあって M&A が盛んですが、まあ、ただ一方で日本というのはやっぱり中小企業があってこの経済大国になったわけだし、その産業の優位性ってあるわけですから、これをなくして今後の日本では成り立たないわけですよね。まあ、そんなことを考えていると、まずブレインアースそのものの会社経営の一部を AI化しようということと、もう一つはそれが出来上がったらいろんな仲間の経営者にお試しでご提供してですね、でいろんな経営者の考え方をまたビッグデータで吸収して、そういうプラットフォームを作りたいなと、まあそんなことを考えて作った本ですね。ただ中身読むとですね、まあ AI のことをほとんど書いてなくて、まあ、この世の中をどう考えるかというふうに書いています。それはなぜかというと、やっぱり経営者というのはその、まあ、いくつか大きく分けると、何かをこう決断すると、これは経営者が 最初の責任者としてずっとやらないといけない。でもう一つは世の中の変化ですね、これを常に感じていないといけない。それを AI に教えてもらっているようではそもそも存在意義がないと。でも一方で特に守るっていうところですね、リスクのマネジメント、リスク回避の判断、あるいは経営を PDCA で回すというようなことがありますよね。で、こういう部分に関してこそ AI とかは役に立つのは間違いないと思うんですね。まあ、なのでこの本の中身はその社長の感度を良くするというようなことの内容をたくさん書いております。